い、山寺です。今ですね、京都駅に来てるんですよ。これからですね、また、西日本 JR 西日本パスですね、私のこれ無敵の切符を手に入れてますんで、これでまた、今日は、広島厳島神社ですねから、下関ですかねの方に行きたいと思います。で、今日は下関でね一泊して、明日は九州博多に行ってみたいと思います。とりあえずね、新幹線はね新大阪以降、西の方にしか乗れません。京都からだったらですね JR 東海になっちゃいますので、その代わり私はね在来線の、特急ですねスーパーハクトに乗って、京都から新大阪まで行きたいと思います。今電車待ちです。まもなくですね、スーパーハクトが入ってきます。これはディーゼル車なんですよね。素敵の、ね、お店がね開いてなかったんで、お好み焼き広島のね福ちゃんにちょっと食べたいと思います。はい、まずはですねハイボールからいただきたいと思います。結構ね、今ね、目的のね居酒屋さんがちょっと閉まってたんでね、まあでもねせっかく広島に来てるんでお好み焼きを食べようかなと思って、前に思ってね、とりあえずハイボールから飲みたいと思います。お疲れ様です。今日まず1杯目のねハイボールなんでねうまいですね1杯目。まだねこの後、新幹線に乗って、下関の方に向かうんですけども、はい、とりあえずお昼ご飯は、福ちゃんでお好み焼きを食べたいと思います。今ね、なんかね、7周年記念のね、フェアやっててね、スペシャル焼きがね、1000円で食べれるんです。税込みで1000円。ちょっとお得なんでね、食べてみたいと思います。今ですねスペシャル焼きが来ました。美味しそうですね。これはねちょっと、絶対うまそうやわ。なんかね麺もねちょっとねそばの麺がねなんかちょっと細いですね。でねこの何カープソースちょっとねちょっとだけちょっと足らんかもしれない。ちょっと軽くこうかけてみましょう。こんな感じで、ではこれでちょっといただきたいと思います。いただきます。うまそうですよ。本当にね。ちょっとどっから食べよう。どっから食べよう。うん。よいしょ。こっからか。こんなん容器大口で食べられへんからね。うん。おいしいですね。
スペシャルだけありますわ。具沢山、あのね、キャベツともやしとね、たくさん入ってますね、うん、これが広島焼き、まあ広島で広島焼きって言ったらあかんけどね、お好み焼きですけど、うん、うまい、うん、はい、どうぞね、一緒にますわ、うん、ちょっとね、もうちょっとソースかけましょう。カープソースね、こうふんだんにかけても全然美味しい、うん、そんなに辛いソースはないんですよね、うん、よいしょ、もうね、結構ぐちゃぐちゃになっちゃいますけども、うん、うん、大きなね、エビも入ってます、うん、プリプリで美味しいね、うん、うん、なかなかのボリュームですわ。でね、大阪で食べるこういう広島焼き、モダン焼きとか広島焼きとかね、麺がもうちょっとね太いんですけど、ここのはね麺がちょっと細めですね、うん、エビもね、たくさん入ってるんですよ、エビもね、うん、プリプリのエビが、うん、エビ、イカ、豚肉、うん、うん、またまたエビが出てきました、うん、うまい、なかなかね、美味しい。それで、ね、このソースね、そんなにね辛くないんですよね、結構ね、何ぼかけてもね、何ぼかけてもっていうことないけどね、あんまり辛くないんで食べやすいですよ、うん、これでガッツリいきます、うん、うん、うまい、うん、これなんかなんていうの、スルメの、スルメのなんか入ってる、スルメも入ってるみたい、うん、うん、うまっ、ボリューム、ボリュームですけどね、あのヘルシーですわね、やっぱりキャベツともやしがたっぷり入ってるからね、うん、うん、うまっ、結構ね、お腹膨れてますよ私、うん、なかなかのボリュームで、うん、あ、お酒のおかわりよろしいですか？あ、もう大丈夫です、すいません、
ほんまはもっと飲みたいんですけど、今日はまたねこの後下関で飲むんでね、ちょっと控えてますわ。であとまだ神社も行くんでね、あんまり酔っ払ってね神社行くのもあるんで、ちょっとね控えてます。うまっ、やっぱり、ね、このカープソースってね結構気に入りました。私うまい、これカープソース。ちょっとね結構ねたっぷりかけてもねそんなにね辛くないんですよね、まあ、甘くもないんですよ、甘くもないし辛くもない、最後の一口になりましたよ。もうね、大満足です。ごちそうさまでした。はい、今ですねお好み焼きのふくちゃんさんで食べてきましたよ。美味しかったスペシャル焼きね、あれはね具だくさんでものすごい美味しいですよ。でカープソースがね何とも言えませんね、うまかったわ。やっぱりさすがに広島にしかないのかな、カープソースっていう名前見たことないんですけどもね、いつもですね私の YouTube 見ていただいて本当にありがとうございます。それと私ねいつもね視聴者さんこれ何か言ってんのかな、分からないので来ました。すいません、ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この後ね、下関の方に行ってみたいと思います。お疲れ様でした。